はがちさと、2015年度ミス、日本グランプリ、右側、はがちさとは、日本の元アーティスティックスイミング選手。現存する日本のミスコンテストで最も古い歴史を、持つ、ミス日本の、第47回ミス、日本グランプリ受賞者。東京都出身。調布市立、第4中学校から、日本女子体育大学附属二階堂高等学校を、経て、 日本女子体育大学卒。小学校からシンクロナイズドスイミングをはじめ、大学入学後にマーメイドジャパン入りして2013年夏季ユニバーシアードでは日本学生代表チームメンバーとして出場し、チーム種目で銀メダルを獲得するなど、数々の国際大会出場の経歴を持つ。2014年の同代表にも選ばれたが、強格出口症候群の持病が悪化して、 体に麻痺を感じたことから代表を辞退し、同年4月をもって競技者生活の引退を余儀なくされる。競技者を引退後、自らは自分には何もなくなってしまったのではないかという不安な気持ちがあった。何もないからこそ挑戦してみないかという母の勧めで、ミス日本コンテストに応募したといい、2015年第47代ミス日本。 コンテストグランプリ決定大会に出場。グランプリの座を射止めた。ありがとうございます。